公共曲第81番と調々放剖剣愛81はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1784年に作曲した公共曲第一楽賞ビバーチェと長調、そナタ形式チェロによる八分音符の刻みに乗って第二バイオリンが全音低い音を伸ばす不思議な始まり方をする二長調に転調した後愛らしい第二主題が現れる展開部では 冒頭の不思議な音程がさらに強調される。ハイドンらしく主題提示部と再現部は大幅に異なる。最後に冒頭の主題が戻ってきて静かに締めくくられる。第二楽章アンダンテに蝶々、シチリアーナによる変奏曲。変奏はかなり単純で、第一変奏は少し装飾が加わり、第二変奏は単調、第三変奏は三連符。 第4変装は弦楽器にピチカートが現れる。第3楽章メヌエットと調長々。和音がかなり異様なメヌエット。トリオ部分はファゴットと第1バイオリンのユニゾンで旋律を奏で単調で終わる。第4楽章フィナーレ、アレグロマノントロッポソナタ形式。冒頭のビオラとチェロによるユニゾンの音恵が全曲を通してしつこく繰り返される。ブラウン。 a ピーター、ザシンフォーニックレペトワ、インディアナ大学、ピアニッシモ、207から208。ありがとうございます。